加納神社は、神奈川県横須賀市浦賀地区にある神社。浦賀港を挟んで2社ある。環状死体は清水、ヤワタグと同様、共に、本田ダワの村などをヤワタ神を祭神とする。加納神社、通称、西加納神社、加納神社、通称、東加納神社21世紀に入り、西加納神社でマガタマを授かり、東加納神社のお守り袋に入れて、 身につけて良縁などのご利益を願う習慣が、両者の偶司の話し合いによりできた。加納神社は、本田分家の村と、姫大臣、沖永大姫命を祭人とする。伊豆国で、入るのみだった、源の頼朝と地遇を得た、北面武士出身の僧、文閣が、現氏再興のために、要は元年、岩清水、八幡宮を当地に勘定して創建。 源氏最高という祈願が叶った頼朝が文治2年に加納大明神と尊称したと伝えられる。現在の社殿は天保8年に消失し天保13年に再建された。権限作りで彫刻装飾は安房国地倉の代表的な彫刻師であった小通り平義光の作。霊体祭9月15日。奉納される虎踊りは 教法5年から伝えられていると言われ、県指定無形民族文化財。神奈川県横須賀市西の浦一1-13、加納神社は、江戸時代初期の昇法元年、西浦賀の加納神社を勧生して創建された。明治になるまでは、明るま山久志神事と呼ばれる、新言宗大御派仏教寺院を別当寺としていた。かつ改修が、関林丸出向前に、当地で、 断食修行をしたと伝えられ、社殿裏の階段を上ると記念碑が建てられている。神奈川県横須賀市東浦賀21-25。ありがとうございます。